こんにちは、ブラマユミの時間です。私はお休みの日にカフェでゆっくり本を読むのが大好きです。一番居心地のいいカフェってやっぱりスタバです。 Wi-Fi もあるし、お店によってコンセプトが違うので楽しいです。ここ京都バル3階にあるスタバは、日本中で活動する若手アーティストさんたちの作品が盛りだくさん。その数はなんと80点以上もあるそうです。アトリエのようなカフェで楽しい休日が過ごせて気分が上がります。今回はメニューはどれにしようかなと思ったんですけど、店舗限定と書いてあったので、もちろんそれ、ナイトロコールドブリューコーヒーというものを注文してみました。3種類あります。名前が難しいです。ナイトロコールドブリューコーヒー、ナイトロコールドブリュームースフォームダークキャラメル、ナイトロコールドブリューバニラスイートクリームです。もともとスタバって結構甘いので、ダークとついているナイトロコールドブリュームスフォームダークキャラメルを選びました。このナイトロコールドブリューコーヒーっていうのは、たっぷりと時間をかけて水で抽出したコーヒー、これをコールドブリューコーヒーというみたいなんですけど、そこに窒素ガスを加えてまろやかなふわっとした味わいを体験できるドリンクなんだそうです。バリスタの店員さんがビールサーバーのようなもので大きなグラスに注いでくれます。泡がふわっと本当にビールのように立ちます。さてさて、お味なんですけれども、なかなかいけます。楽しめます。まず一口目の泡の感じがいいです。ちょっと癖になりそうです。甘さも控えめにして正解でした。スタバのコーヒーって割とちょっとこう苦味が強くあるんですけれども、そこに少しこう甘い感じが喉越しにこうちょうど居心地がいいというか気に入りました。このコーヒーなんですけれども、京都での取り扱い店舗はたった3つです。京都バル店、京都三条カラスマビル店、そして京都の八幡市にある松井山手金目鯛店だそうですよ。いつものスタバコーヒーに飽きたなーって思われていたら、このアート空間を楽しめる京都バル店はいかがですか？今日はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。松宮局の YouTube では、今回のようなプライベート動画ブラマユミだけではなく、すぐに役立つ分かりやすい健康情報、そして女性に優しい心の教室として有名な本を紹介する動画、あと最近では今年3月末頃オープン予定の新店舗建築状況なども投稿しています。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。